どうも、僕です。こんにちは。よろしくお願いします。あのさ、時間がねえらしい。俺どうやら。お前ら大変だ。急いでくれ。早く。早くしてくれ。こんにちは。今配信開きました。どうも。もう連載終了だ。いや、大丈夫、大丈夫。ありがとう、ありがとう。おめえら今日暇じゃん。早いじゃん。めちゃくちゃおりやん。時間、不合のくせにて。 <laughs> あのー、なんて言うたらいいんやろうポケモン発売までに時間がないね今ねあの第11章を迎えてるとこなんですよであのもう言っていい俺さおえちゃん絶対間に合わないよってなんかうん百万金がいるらしいんやってあこれ龍がごとくの話ね無理だよ、まあ、んで無理だって思うんだようんうん無理かな え、そんな無理そんなに無理お前ら竜が如くセブン知ってんのアーカイブ追いつけやんあ、俺走ってくよもう。このまま走るよ。ポケモン発売まで。こっから長いんだぞってあと5章やけどさ。俺今日13章までクリアしようと思ってるけど、どう ?11 章、12章、13章。3つやん、たったの章。今まであの4つクリアに大体10時間ぐらいかかってるって感じやん。いける無理いけるあ、いけんの 三つクリア。十五章は五分だよ、絶対薄い。もう最終章なんなあ終わりでーすみたいな打ち切りやん、ただの。そう、今、経営やろうかなって思ってんのき。あの、金がいるらしいんやって。だから、今から、俺、あの、竜がごとくで、会社経営やって。で、それをやろうかなって思った時に、お前らに聞きたいの。今、十一章のメインストーリーのところやんか、一応。 途中で会社経営ってできたっけできんのかあ今パソコンのモニターの電源が落ちたんやけど何え、今パソコンのモニター落ちた。一回再起動するけどさ。だえ、今どうやったモニター真っ暗になっちゃった。声聞こえてたパソコンの問題だな。また壊したのかもしれねえ。 うん。ダウンロードコンテンツを買えば時間の短縮ができるなじゃあ、俺さ、会社経営ってさ、まあ、お金がメインストーリーでいるんやろ、要は。あのー、お前らにめっちゃ教えてもらったり、ダウンロードコンテンツ買ったりしてもえ <laughs> ねえねえねえ。今からやろうと思うんやけど、お前ら、教えてく,くれるいいのありがとう実はもうダウンロードコンテンツ買っちゃったんだ <laughs>。はははは昨日さ、お前らがダウンロードコンテンツ買えば、みたいなさ、時間短縮できるって言うから、俺買ったんだ。 もう買ったのた多分反映されるはずほんまにじゃあ会社行く出勤するかやる気満々じゃんうんえ金稼ぎとレベル上げと装備集めで15時間かかるもう諦めろ <laughs> クソゲーやねえかそんなことで15時間もかからせたら嘘やろえ15時間かかる もう、ポケモン発売してるやん、装備整えて勇者倒しに行こうと思ったら、違うモンスター現れたわ。はよ、始めろよ、で。<laughs> マジうーん。えっと、どうしよう、やらなあかん、やらなあかんって、今なっちゃってますよ、これ。まあ、早くクリアするのがゲームじゃないよ、もちろん。ただ、全然時間は急いでないの。ポケモン発売までにクリアしたいなと思ってるだけで。 深呼吸しよっか。<laughs> <ー>これでいい <laughs> お前、俺の学校の先生に似てんな。って、お前、俺が先生ほど立派な人間やと思ってんのか。ポケモンの発売を暮らしてもいいそれか。みんなポケモン心待ちにしてるやろうけど、ポケモンの発売を暮らせよっかな。今から任天堂に電話するわ。 すいませーんって。龍がごとく終わらないんで、ポケモンの発売を延長してください。うん。はあ、ははあ、それ、お前らもみんなで、み,みんなで一斉にする <laughs> なな今からニンテンドー行って、京都行ってさ、デモしやへん俺と一緒に看板持ちながら。<laughs> ポケモンの発売延期ーって。それやれば、いけるか。キッズが泣いちゃうよ。俺が泣くよりいいやろ。 こんな雑談やってる暇あるんですかって <laughs> なんかさめっちゃやらなあかんことがある時に全く関係ないことするくせない俺はあるこんな雑談してる暇ねえよでも俺はそうやって生きてきたん、ね、今までうーん部屋片付けるとかねってさささで,そうそうそうで部屋の掃除が終わったら漫画読むのね そそそうそうそう分かる分かるなんでこんなに詰め込みスケジュールにしたの <laughs> そんなつもりないあの僕ね本当にゲーム実況まあやってるやつでね多分ね大半のね伸びてる実況者は僕は絶対やってると思うけどあの攻略とか見てると思うけど僕見てないんですよこんなに龍が如くセブン時間かかると思わなかったんです <laughs> あの最初からここまでって分かってたらちょっと危ない怪しかったねうん はあ、まあでもしょうがねえ。始めちまったもんや。蹴りつけてやるよ。なんで今ストーリーゲームにしたんだよ。だって、は、俺のパソコンに入ってたんや、もう。でも内容面白いじゃん。で、俺はストーリーが見たいから、じゃあ会社経営は、おめえら、あの、まあ、ちょっと攻略とかもね、あの、お前らに聞きながら、あの、なんかズルして、金集めます。あの、もう言ってもいい あのうん百万って言ったけど僕今多分竜が五くセブンで20万30万ぐらい持ってるかな十何万かな十何十16万やったかな持ってるやんかいくら必要やと思うお前ら <laughs> あ知ってるやつ結構多いんやあの適当こいてるやつがどんだけエアップがおるか分かったあの300万いるんですよ 300万いるんです無理じゃんそんな金集めてさお前町のさお前なんかあのチンピラ買ってさお前3000円とか手に入れてさ300万貯まるわけねえやんだから会社経営今からしますなんで必要か分からんけどストーリーに必要なんてよいやーなあもうスタヌにスタヌに来てもらおうぜで300万払わせよそれがいいわ ああ。いや、でもな、あの、会社経営結構な、あの、ゲームが意外と面白かったから、俺もねめっちゃ不安やったんやけど、いや、で、まあまあ、楽しみながら、急いでクリアしよう。<laughs> うんうん。これ、ほんま会社経営で1位を取らないと、最終章、エリちゃんが抜ける、それに伴うストーリーも変わる、絶対嘘やろ。<laughs> そんなモブキャラでストーリー変わるわけないじゃん。 <laughs> そんなわけないじゃん。ガチなんこれ。<laughs> それ本当な。<laughs> はい。<laughs> 一番成果で営業一位にちゃんと抜けんの。家はもう抜けてもう。それガチなん。<laughs> ええやん。もう、班も長も仲間になったやん。<laughs> なったじゃん。もうええー、やん。仲間余ってるやん。足立さんに来てもらおうよ。ええー。 な、ムービーに一瞬も映ってないくせにおこがましいんやって、あいつ。300万あれや、ええねん。やらねえとわかんねえぞ。で、ま、やるか。うんうん。うせやけど、1位取っといたほうがいい。嘘な。なんで1位取ったほうがええんや。ああ。 いや嘘,嘘な、どっちもわからん。お前らの言ってること何が本当か。嘘やんな、冷静に考えれば。うん。装備で積んじゃうようで。装備で積むそこそこ装備整えてるよな。装備買うところも分かったし。うん。とりあえずストーリー進めなよ。まあ今から会社経営したら、お前ら5時間、え6時間かかるっつってやん。俺会社経営もうすでに1時間やってるやん。 多分1位取るのにあと5時間かかるってことやんな。じゃあ1位取らなくても300万集めにやったら2時間ぐらいでいけないそしたら17時半ぐらい、17時ぐらいにはできるんじゃないいけない ?5 時間かかる俺の技量次第か。うん、300万は4時間かかるよし、やろう。今からやろう。<laughs> じゃあ、なんならもうこのまんま始めるか。 お枠変える気まんまやったけど、どうしよう。いや、さすがに別枠に一応するか。あ、せや、パソコンの再起動したな、あかんしな。せや、お前、ええこと言うな。じゃあ、皆さん、次枠で会社経営始めるんで、よろしくお願いします。では、またええんー。ーんじゃあ、次枠でまた。はい。じゃあね <laughs> す、ぐ取ります。おなおなおな。 よろしく頼ます。